ブルゾンちえみメイクスタート、ブルゾンちえみさんの眉毛はすごい下向きのハの字型なので眉頭を結構、太くかつ寄せて描いていきます。左右で位置を同じぐらいにするところをまず決めましょう。これちょっとこうしかめたらより似てくるっていうかね。それでですね、全体の眉の色を染めてきます。ちょっとねこんな感じですよ。ほい、これはそんなに濃く塗らなくてもね、全体に塗れたら大丈夫です。ちょっとここにハイライト的な感じで足していきます。目のこの骨のとまぶたのこの間ぐらいのここにこの濃い色入れていきます。結構ここの二重幅がルゾンさん感を出す。そして目の下にもこの際に、さっきの茶色ですねを全体的にこうなぞるように、濃い色はこの自分のまつげに応じて足りないところに。めっちゃ目尻は長めにいきますよ。ちょっと三角形作る的な感じで、こっちのね目の下もねこっちもいきます。どうでしょう、だいぶ違うね。アイメイク終わり。このオレンジをちょっと強めに取りつつピンク混ぜつつみたいな、結構すごい色なんですけど大きめに取ってきます。縁取るようにいきます。まあ普通の王道の真っ赤って感じですけれども、これを重ねます。いきます、完成。35億ということで、ブルゾンちえみ風メイクでした。エチオエメラルドでした。ぜひコメントやリクエストお待ちしております。